にちは。えのきや相談薬王の薬剤師中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、痩せる漢方薬ってありますか？なかなか難しい質問です。まあ、痩せる漢方というのは、はい、まあ、はっきり言って今のところよく言うテレビの宣伝とか出てくるのが、はい、防風通商さんよく聞きます、うん、っていうのと、もう一つ防衛奥義と、いうのがあるんだけど、はい、これは痩せる漢方って果たして言うべきなのかなっていうのは内心思ってて、はい、なんでかっていうと、もともとまず防風通商さんっていうのは、はい、どういうふうな人に向いているかというと、肥満型で便秘があって、あと高血圧、血圧が高いとかね、そういったあの方に使われる漢方であって、はい、まあ、確かに肥満ってついてるけど、うんうん、果たしてそれ飲んでダイエットになるとはちょっととても思いにくい。どういう効果が出るんですか？まあ、さっき言ったあの便を出していくっていうことと、はい、ちょっと代謝を上げていくというような感じもあるんじゃないかなと思うけど、うん、もう私は全然使わない。うん、でもう一つ防衛を言っておいたんだけど、はい、これはね、水ぶくれタイプ、むくみ、水ぶくれタイプのむくみで、だいたいそういった人はもう、ね、割とぽっちゃり水ぶくりで、膝が悪い人とか膝に水が溜まるとかあるでしょ、はい、こんな人によく使われる漢方。へえ、うん、水をだからこう出していくっていう漢方だけど、それも果たしてダイエットとか、まあ、水をどうするんだったら別に病院に行って利尿剤もらえばいいじゃんっていう、うん、ダイエットでは体重は減るかもしれないけど、ダイエットとは違うんじゃないかってことですね。違う、うん、だからダイエットって、まあ、なんでダイエットって言う、痩せることをなんでダイエットって言うの知ってる？はい、ダイイート。そうそう、ダイイート、要は食べるなっていう、うんうんうん、食べるなっていうことを、痩せるためだったら、食べなかったらいいんだったら、食欲を落とせばいいじゃん、うんうん、食欲が落ちるような漢方はないの？ありますか？うん、それ実際言うと考えちゃって、でこれはあのちょっとまだあのこれあの実を言うと、そういう、まあ、食欲も落としながら、はい、今度は代謝も上がっていくような漢方というのを考えて、はい、これはやっぱね、煎じ薬、うんうん、になるんだけど、これ作っちゃったんだよね。はい、作っちゃったんだけど、これは実を言うと、あの病院で処方箋を書いてもらわないと私たちが出せない。ああ、そうなんですね。そうそうそう、病院で処方箋を書いてもらって、そういったあの先生に、確かに肥満症だから、まあ、こういった漢方使ってみませんかって言ってとか、使ってみたいですって言って、向こうのお医者さんが OK が出て、処方箋が出たらそれは入手できる。あ、じゃあ必要ならか出していただけるっていう感じなんですね。で、まあ、じゃあここにね、その結果がこう出てるんだけど、はい、ちょっとびっくりしました。マイナス4キロ、5キロ、3キロ、2キロ、3キロ、それも1ヶ月ぐらい、うん、1ヶ月でそれだけ痩せるってなかなか難しいですよね。そうですね、うん、しかもこれさ、100% とかさ、うん、全員がしたってことですね。10人中10人痩せてる。あ、これも東京の某クリニックさんでデータを取ってもらったから、詳しいのはまたね、あの後日ですか？後日引っ張りますね。へえ、すごいですよね。これ、なんでこれは、これを飲むと体重が皆さん減ったんですか？食欲落ちる、食欲落ちるのが一番の理由ですか？うん、それもあるよね、食欲落ちたりとかって、うん、空腹感を楽しめたってありますけど、うん、いいことだね。その痩せていく感覚っていうことなんですかね。そうそうそう、まあ、自分自身もダイエットして思ったけど、あの、ある程度ね、やっぱり空腹感を楽しんでくると、うんうん、あの食べなくなっちゃうんだよね。もうこれぐらいでいいかなみたいな感じで、うん、うん、でね、あの、それで、まあ、ちゃんこの減量効果についてちょっとデータ見てほしいんだけど、ちょっと読み上げてくれる？はい。思うより減少したので大満足が 37.5%、うん、思い通りの減少ができて満足が 50%、
合わせて 87.5% の人がなんかね、思い通り以上にいっちゃったと。これすごい数字ですよね。うん、僕もびっくりしちゃった。ねえ、いや、でもそりゃそうですよ。だって3キロ、4キロ、5キロ痩せたら、そりゃ思い通りか思った以上ですよね。まあね、まあ、ただ、さっき言ったように言えるのが、ダイエットイコール空腹を感じにくくなることと、あと空腹感があっても体がきつくなく楽しめるということ、こういうふうにしていくと、この全体の量が減ってきて、あとは代謝を上げる、運動するとかカロリー消費したらね、そういったらあと減っていくから。痩せたいと思ったら薬に頼るだけじゃなくて、自分の運動とか考え方からまず変えないとですね。多分おそらくこういった漢方もやっていくと、多分ね、脳が変わってくるんですか、メンタルが変わってくるんだろうね。そうすることで、あんまりもう食わなくていいよと、欲がなくなってる。食欲とかね。はあ、うん、ある意味人間関係を作る上でもいいんじゃない、欲がない方がいいんじゃない。動画の内容を必要な人にぜひ教えてあげてください。お問い合わせはこちらまで。